スーパーマリオメーカー2の音符ブロックを使って演奏を作りましょう。最初にワールドの大きさを最大にします。中央の太い縦線から4マスごとに目印になるブロックを置きます。音遊びを選んだらシーンのマークをマリオに重ねます。設計図を見ながら音符ブロックを並べます。音符ブロックは長押しして色付きのものに変えます。敵またはアイテムを置いた後、同じ位置に雲を重ねます。最後にマリオが移動する床を設置します。今回使う床はこちらです。次は設計図を表示します。動画を止めながら作ってみてください。こんにちは。本日の担当アンズです。今回は映画コンフィデンスマン JP の主題歌、オフィシャルヒゲダンディズムさんのプレテンダーを作ってみました。ヒゲダンさん、紅白出場おめでとうございます。今年いろんな曲、かっこ200曲くらいを聴いた中で、個人的に一番好きなアーティストさんなので嬉しいですね。大晦日はこのプレテンダーを歌うとのことですよ。今からワクテカしながら待ちましょう。さて、今回の回路についてですが、オンオフスイッチと点線ブロックを使ったループ演奏を作ってみました。作る時ですが、赤い点線ブロックを置いて長押しをすると青い点線ブロックを呼び出すことができます。1周目は青い点線ブロックの上の楽器が、2周目は赤い点線ブロックの上の楽器が鳴るようになってるんですよね。ちょっと制作難易度が高いのですが、頑張って作ってみてください。それでは短いですが、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。みんなの音ブロックチャンネルでは、いろんなゲームの音ブロックを使った演奏の作り方解説動画を毎日投稿しています。よかったらこちらからチャンネル登録をお願いします。リクエストをしたい人は、曲名とマイクラフォートナイトマリオメーカーのどのゲームで作ってほしいかを書いてコメントしてください。本日の担当は時根津アンズでした。またねー。